朝早く起きるのが苦手です。明日近くの海に朝日を見に行きませんか？この薬をこれから5日間朝夕欠かさず飲まないといけません。私の役はただの村人ですが、精一杯頑張ります。この村は去年台風による大きな被害を受けました。大学を卒業したら地元の村で農業をしようと思います。嵐山の竹林でたくさんの素敵な写真を撮りました。今年の夏は子供たちを林間学校に行かせる予定です。森林浴はとても体にいいそうですから今度行ってみようと思います。